運転を止めて調査するべきではないかと、大井の破砕帯調査するとき。で、それが質問だったんです。それについて答えていただきたいと思います。今の状態で、十分な調査を行いたいというふうに考えております。ですから、我々この、相当数このトレンチ調査も、今回、この2カ所だけでなくて、必要があればどんどん起こってきますし、十分な調査を行って、過去の、反省点を含めてですね、十分な調査を行っていきたいというふうに考えております。だから、動かしているまんま調査をすると、はい、そういう状態ですよね、はい、今。それでも構わないと思います。それでも構わない。調査は十分できると思います。調査が十分できる。前回の原子力規制委員会でですね、科学技術的に判断する必要性とか、電気が足りないとか、そういうことは判断しないって言いましたよね、原子力委員会は。ということは、今、大井の敷地を調査するわけです。活断層があるかどうか分からないから調査するわけですね。それだけリスクがあるっていう実態の中で、どうして動かしておくんですか。完璧を期するのであれば、やはり一度止めてですね、で調査地点に制約がなるべく小さい状態で、いろんなところができる状態で、やはり基本的にはそれをやるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。今の状態でできる限りの調査をやってですね、もしそれができないのであれば、先生がおっしゃられたようになると思いますけど、今の状態で十分な調査ができるという判断しております。やはり皆さんおっしゃっている通りに、原則とすればやっぱり火災活動する前にですね、できるところもあって、きちっと調査をしてから、それから再稼働すべきではないかというのが大型の意見ではないかと思うんですが、それができなかったことに関しては非常に残念で、それをどういうふうにご説明されるのかというのを最後に聞きたいです。大変申し訳ございません。非常に縦割りの組織で申し訳ないんですけど、私としてはもう大井の破砕帯で十分な調査をやらなきゃいけないというふうに考えているものですから、再稼働組はまた別の接種でございます。申し訳ない。でもそれはね、そうです。答えになってません。それは部署が違うから。運転再開の前に十分な調査をやるべきだったはずなのに、再開を先にしてしまったと。そのことについてどうですかと聞いてるわけです。すいません。私の方から申し上げることは、調査を十分にやるということだけでございます。でもそれは私たちの質問に答えてないんですよ。で、その質問に答えていただきたい。私に質問されるのは、今回の大井の調査についてどこまでやるかとか、どういう形でやるかという質問に限らず、出していただければと思います。じゃあ、小林さんはこの質問には答えられないと。でも、これは質問に入っているので、答えられる人が来るべきだったと思いますけども。あなたが一番答えれるはずですよ。そうでしょ、ホワイトの時代の大使室長としてずっとこの問題やってきたわけじゃないですか。そうでしょ。だから再稼働の前に本当は十分な調査をするべきだったというふうには自分は思ってないけども、だけど今になると十分な調査をやるべきだと、そういうふうに思ってると。じゃあそういうことですか。十分な調査を今やろうということです。素晴らしい。いわゆるこの3つに分類するという考え方は規制委員会にも引き継がれているのかという質問に対しては、引き継がれているというふうにお答えになりましたけれども、ただ島崎委員の考えがそういう誠意には関係なくということであれば、これはもう引き継がれてないということになるわけですよね。すみません、そこに断定しないでください。先ほど言いましたように、動いてるか動いてないか重要という言葉が発せられているので、そこは断定をしないでください。いやいや、だけどもこの新聞記事でいけばね、そういうズレの量が、それは新聞記事であって、新聞記事であって、我々はその先生の発言のところのメモをいただいてますので、メモとかメモを取ってますので、その次にはそういった動いてるか動いてないか重要という言葉ですから、断定はしてないんですよ。断言は、この質問書は私たち規制委員会に出してるわけですけど、この質問は見せてもらってるんですか、委員会の方には。いや、これは見せてもらってません。直接やはりなんかこうまた聞きでうんうんというような感じじゃないですか。先生のその記者に出してるブリーフィングのやつとか、そういったものをもとにこういったことでお答えさせていただくということ。
来週の規制委員会でね、島崎さんにきちんとこの問題についての態度表明するようにしてください。そういう伝聞とかね、解釈で言ったってダメなんですよ。きちんと表明するようにしてください。水曜日の委員会でいいですか、小林さん。どうですか、それは確認してもらえますか。私の力は答えできません。要請してください。要請してください、そういうふうに。島崎さん、すごく重要なことですよね。これ大いに調査が入る前にはっきりさせてもらわないと混乱しますけど、大いに入る前にはもちろんこういうことじゃなくて、その調査団のメンバーとか日程とか、あとはその先生方に集まっていただいて、その今までの経緯等を含めて、多くの方で議論していただくということにしてございます。必要でしょ、調査するにあたって。方々にいろいろ説明して、多くの方で説明させていただきます。いや、違いますよ。活断層をどういうものにして見るのかという、その根本のところですからね。そこを含めて専門家の方にやっぱり説明して、専門家の方というのは今まで黙ってください今まで安全資産に関わってない方が中心ですから、きちっとその辺を今までの経緯を含めて説明するということでございます。私たちも説明してもらいます。ですから崩壊の場でもそこは説明しますから。今の状況は違法でないですよ、法律。今はどういうことかというと、国会が閉会してますので、閉会したらその総理大臣が任命できるという規定に基づいて、ね、立ち上がっていると。で、次の国会で合意を求めることは原則だけども、その同じ条項にこれ緊急事態の通知というのを政府から国会にした場合には、その緊急事態が解除されてから、ああ、同意を求めることができるという規定があるので、で、なんかその辺の規定の運用について検討されてると言いましたよね。検討、いや、何を検討しているんですか。検討している、うん、臨時国会でどういう対応をするかという、事後同意についても政府としてももちろんアクション必要ですので、閣議決定をして国会にお願いすると、そういうことを緊急事態解除の条件を教えてください。それは明日にでも解除できるものなのか、それとも場合によって何十年も解除されないで、何十年もその同意事実なしにやるおつもりなのか、その辺ちょっと教えてもらえませんか。ちょっとその先生おっしゃった解除の条件、ちょっと条文しか実は今ございませんが、緊急事態宣言した後に原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと、内閣総理大臣が認めるときってなってまして、それは分かるけど、じゃあその文書のことを今まであなた方は議論も何もしてないの、検討もせずに今進んでるの。緊急事態は続いているんだといえば、何十年でも、ね、国会の同意なしにこの委員たちを任命できるかもしれないということをあなた方今おっしゃっていて、これでその国民に信頼してくれとおっしゃってるわけだけど、そんなことがありえないということは火を見るよりも明らかなわけで、そんな無茶苦茶な話はあります？私はありえないと思うんですけどね、皆さん。現地調査では国会議員や市民の立ち会いを認めること、2、断層活動が否定できない限り活断層の認めること、活断層の上には重要施設を設置してはならないという手引きの原則を堅持すること、3、安全性の判断根拠もない合意3、4号の運転を直ちに停止すること。まず一つびっくりしましたね。規制委員長に質問要望書を提出したんですよ。これ全国の市民ですね、4団体代表してですけども、でそれと今回は呼びかけの議員が他の国会議員にもぜひこの交渉に来てくださいというふうに、言ってたわけですよね。でいろいろ議員も来てくださったんですけど、この質問要望書をこの官僚の方は規制委員会に渡すことすらやってなかったと。だから規制委員会宛てに出しているものを官僚がブロックしてるんですよね。だから規制庁はもう完全に古い官僚体制の塊 でこれだけ変わりましょうって言ってるのに、これだけ官僚は問題だと、そういうことやっちゃいけないというふうに
にそういうことを歴然としてて、で何も問題だっていうふうに感じてないと、それはびっくりしましたね。でやっぱりね、今ね、すっごく重要なのが市民の声なんですよね。だからこれを聞いた自分がたった一人だから自分が何か言ってもしょうがないっていうのは全然そうじゃなくて、それを思った人がいや、やっぱりやっちゃおうと、やっぱり委員会に手紙を書こうとか、とか官僚にこれじゃダメだよとか、マスコミにこういう問題を取り上げてくださいとか、とにかく発言していく。でやっぱりガラス張りでこの問題がその見られていくっていうのは今すっごく重要なので、今日すごく感じたのはやっぱり一市民の声、そこを出していくか出していかないかでこれからの分かる道が決まっていくっていうふうに、まあ、本当に今日これを聞いててそういうふうに思いました。